南種子町の西の本国寺で先祖の霊を供養する盆踊りが奉納されました。 4,500 年前に伝わったといわれるこの盆踊りは南種子町の無形民俗文化財に指定されています。神事の後、浴衣姿の人たちが小太鼓と鐘の音に合わせてツンタン拍子の歌を歌いながら30分間踊りを奉納し先祖の霊を送りました。撮影は西之表市の MBC ふるさと特派員番山金一郎さんでした。